はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日も、ウィコレをやっていきたいと思います。今日で第、何回かな、ちょっと待ってくださいね、7回目になるかな、この動画。もしかしたら7回目になると思いますが、イベントの、ピエロくんから、イベントのピエロくんから星5確定ガチャを2枚もらいました。でそれをね、前回と前々回と開封をしていきまして、まあ、無事チームの強化には成功しているわけなんですけれども、今日もまた星5確定ガチャを回していきます。はい、まさかね、こんなに早く星5の選手がいっぱい出るとは思ってなかった、まあ、いっぱい取れるとは思ってなかったんで、まあ、正直嬉しい限りなんですけれども、今回も1万5000枚で交換してきました。サーカスイベントの分ですね。はい、そちら交換してきましたので、早速開封していきたいと思います。まあ、毎回これでやってるんですけども、僕もね、まあ、にわかな部分が多くありましてですね、若い選手とかが出てくると、選手の名前が正直わからないです。で、前回ね、引いたのが、ファンデベーク選手。この選手、ちょっと僕なりに調べてきましたところ、オランダ代表の選手ですね、まあ、もちろん書いてるんですけど、ユースからやっぱりオランダ代表でずっと、まあ出てるんですよね。うん。アブラハム選手と同じような経歴でした。まあ、経歴同じようになってたら失礼。まあまあ、同じようになって言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、まあアンダーの時からオランダ代表でずっと活躍してた選手で、そのまま今もオランダ代表で活躍されている選手です。で、所属クラブは、まあ僕が調べたところアヤックスかな。アヤックスね、僕がね、サッカー見始めた時とかそんな強くなかったんですけど、確か最近、これもちょっと確かな情報かどうかわかんないですけど、CL で結構勝ち上がってましたよね。なんかニュースで見たような気がするんですよね、アヤックス。快進撃みたいなのを見たような気がするんで、まあこういうファンデベーク選手とかがいるので、やっぱり強いチームなのかなと正直思いますし、やっぱね、そういう選手を手に入れれたっていうのは僕的には本当嬉しい限りです。はい。この選手も大事に育てていきたいと思いますんで、まあこれからね、見る機会が増えると思います。今チーム状況的にはこんな感じですね。まあ、相変わらずフォワードとミッドフィルダーの選手で結構僕溢れてきてるんですけど、まあ、ミッドのこのね、上2人はもう星5なんですけど、下2人がね、まだ星4であって、センターバックの端2人がまだ星4なので、まあ、毎度ここを次こそ星5にできるように、もしね、引けたらと思います。今回ですね、早速引いていこうと思います。以上で、ね、こまめにやってるつもりです、僕なりに。まあ、あとは、これ引き終わったら、あとパーセンター契約書とかがまだ回収できてないんで、そこと、あとまあ、そうですね。あとはどうするかちょっと考えます。余ったらね、メダルが。まあ、余るかどうかちょっとわかんないですけど、早速じゃあ、星5ガチャ。もうなんか引き慣れてきた感はあるんですけどね。演出は1回、金旗のやつを教えてもらったんで、あれが出たら98以上確定なんですね。今回も出ればいいですけどね。そんなにやっぱり出るもんじゃないのか。たまたま出たんですかね、最初。さあ、お願いします。さあ、誰が来るかな。さあ。お、94。はい。フェルナンデス選手。これはさすがにローマ字見ればわかるんですけど、チームどこかな？わかんないですね。ポジションもどこかわかんない。さあ、またかぶったか、ミッド。そうですか、そうですか。スポルティング・リスボン。わからんな。ここら、こういうね、細かいところとか、マジでわかんないです。これもね、また次調べて、またね、まあ、僕も詳しくなりたいと思いますね。まあね、逆に、まあ、こういう、メジャーな選手よりマイナーな選手、マイナーな選手ではないんでしょうけど、僕の知識からしたら知らない選手が出てきてくれた方が結構ね、サッカー知るきっかけにもなると思うんで、まあ僕的にはね、嬉しいんですけど、こういう選手が出るのもね。キャプテンマーク巻いてますね。左腕でね。結構中心選手なのは間違いないと思います。まあ94だから、そうですね、スタメンに入れれるかどうかがちょっとわかんないですね。ここはちょっと調べてみないと、なんとも言えないですね。うちのミッドフィルダーはね、結構、争いが、はい、なんでしょうね、そうですね、そうですね、そうですね、まあ、
どうしようかな、まあ、そろそろただフォーメーション変えたところで、こうした方がいいかな、じゃあこうした方がもしかしたら選手幅は広がるのかな。でもそう、これだったらいい感じですね。あ、これがいいかな。ここね、ここがね、なかなかできる選手がいないですね。このトップのあたりはできるんですけどね、みんなみんなできるんですけどね。あ、でもこれが一番いいかな、今んとこ。これでいこう、これでいきます、今んとこ。これでいきます。チーム事情もありますからね、まあできるポジションね、それはね、それは選手もね、ゲームの都合でサッカーやってないですからねサッカーやってないですからね、そんな状況でね。まあとりあえずこれでいこうかな、じゃあ。それやったら星5がとりあえずね、ホラント選手が復帰できるので、スタメンに。まあこれの方がいいのかな、まあ、こっちの方がいいでしょうね、おそらくね。うん、これでいこう。よし、とりあえずこれでいきましょう。はい、ということで、今日もね、星5ガチャをまた贅沢に引いていたんですけれども、まあ、もうそろそろね、でもね、このサッカーボールのやつも217なんで、まあ、250たまるんすけど、多分今日ガチャ更新来るんすかね。何時に来るんかな。あ、え、あー、そっか、これが変わるんすよね。3時にガチャ更新が一応来るんですね。ちょっと楽しみですね。僕の初めてのガチャ更新なんで、うん、どんな選手が来るのかちょっと楽しみですね。うん、ここね、これをね、引いた方がいいって言われるんですけどね、プレミアムガチャ。サイコリアリティ星5選手2枚確定。これ2回も引けるんですよね。まあ、僕ね、バイエルミュンヘンガチャで引いちゃったんでね、あれはまあ正直こっち引いとけばよかったかなという、あとあと思ったりもしたんですけど、まあ、ガチャ何引くかちょっと考えます。まあ、5月18日まであるんでね、まあ、それまでにもしサッカーボールが集まるかどうかすらも分かんないんで、まあ、なるべくイベントはこなして、まあ、もしまあイベントにしなくて普通にあのグローリーモードかな、あっち回ればまあ多分溜まるのは溜まるんでしょうけど、まあ、そこはちょっと考えたいと思います。次のガチャどういう動画になるのか楽しみにしておいてください。はい、ということで今日の動画はこれにて締めさせていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、まあよかったらね、アドバイス、コメントとかも結構ねくれる方、ウィコレに関しては多いので本当助かってます。ありがとうございます。で、いろんな人とね交流するのも本当楽しいので、気軽にコメントいただければと思います。まあ、僕よりもね、絶対今見てくださってる方の方が先輩のプレイヤーの方だと思うんで、まあ、よかったら優しく教えてください。ということで今日もこの辺で、お別れとなります。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。